門川駅は宮崎県東臼杵郡門川町大技、門川尾杖にある九州旅客鉄道日豊本線の駅である。事務官コードは92万558。門川町の中心駅であり、一部の特急列車が停車する。特急日輪については早朝及び夜間に一部の列車が停車するのみである。しかし日中は客扱いはしないが、 特急同士の交換のため運転停車を行うことが多い。一方、特急ヒューガについては2013年3月のダイヤ改正以降より11号を除く全列車が停車するようになった。2021年3月13日現在、以下の特急列車が停車し、客扱いを行う。20号は2021年3月12日までは、博多駅。 日シ C ガイア24号として停車していた。翌13日以降は日シ C ガイアの停車はない。通過する5本はいずれも2021年3月改正で日輪の運転区間短縮により編入されたもので、停車駅も日輪時代に準じたものとなっている。この改正まで唯一通過していた91号は列車自体が廃止となった。 駅舎の東側に接した相対式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線の合計二面三線を有する地上駅で、二本のホームは駅舎の日向し方に存在する古戦橋で結ばれている。駅舎は角川町コミュニティセンターアップとの合築で船をイメージしたデザインである。角川商工会が駅業務を行う簡易委託駅である。マルス及び ポス端末の設備はなく、駅舎内で、順常日難剣切符を手売りしている。一番乗り場を主本線とした一線スルーとなっており、行き違いや通過待ちがない限りは、両方向とも一番乗り場を使用する。なお2019年3月改正時点では、3番線からの延岡方面への定期列車の設定はない。2020年度の1日平均乗車人員は344人で、ある。 近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、ありがとうございます。